どうもラオチンです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はねここのクエスト行きたいと思います。不動明天を入手するやつだね。さすがにアシュラで戦っていくのもそろそろ限界かなというところで、天を手に入れればかなり楽になるのでやっていきましょう。ただ勝てるかどうかわかんない。うん、この前もね S ランクのやつでだいぶ苦戦したからね、ここでなんとかこいつを入手していきたいところ。確か推奨レベルが63か63、俺のレベルまだ30代。行ってみよう。うん、よしよし頑張ろう。いけるか。こんな感じだったね。こんな感じ。うん、天がこれで貝が赤い感じじゃなかったっけ。でも天の方が強いんだよね。貝よりも天の方が強い。いくぞ。どうやって倒すか。まあまあまあ、いつも通り回避メインで立ち回っていきましょうか。いくぞ。やるしかない。いつも通りの。おお、そうか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 。全然100とかダメージ受けるじゃん。あぶねえ。あ、これ動き早敵。普通にやり合うと全然勝て。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。戦いにならん。こんなん戦いにならんよ。やり直そう。これじゃ無理。それでは準備万端、やり直し。ウォッチスキルを獲得してきました。ウォッチスキル何もなしで来てたからね。これでいけるはず。アシュラ。よし。あ、でも、もう、仲間たちはまあまあ、相変わらずの弱さだね。こんなもんか。全然ダメージ与えられないぞ。マジで。まあまあまあ、密着状態での渦巻きだったらそこそこ与えれるか。マジで結構厳しい。あぶね。どうする。まあまあまあ、メンバーこれできないの。できないの。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、できないの。マジか。できるもんだと思ってたけど、これは厳しい戦いだな。オッケー、いける、完璧。オッケー。あ、ちゃんとダメージはねしっかり与えれる。いいよ。オッケー。でしっかり敵の攻撃が来そうな時は避けていく。それでいこう。マジか。オッケーオッケーオッケー、いいよ。ナイス。よし、いいねいいねいいね、いいよ。あぶね。待って待って待って、あ、これいけないことはない気がするぞ。あいって、危ない。うんうんうん、完全な無理ゲーっていうわけじゃないよこれ。いける。ナイスドローン、ナイスドローン。金をじゃない、金の玉を。あれが効いてくれば。お届けに参りました。おっしゃ、オッケー、一気に攻めよう。いいよ。鬼の力、ようやくこれで半分か。いいねいいね。よし。あー、来た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 、本気来た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 。あー、そうかそうか、この時スイートオールしても無駄無駄。うわー、ちょっと待って。オーケー。わー、いけるかこれ。ちょっと待って、回復回復。
もったいない、めちゃくちゃもったいない。うーん、あ、やばい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 、うわ最後の最後、スタミナが切れてた。よっしゃ、いけるか、オッケー、怒ってない、今チャンス、ぶん殴る、あーきつい、いやいける、よっしゃー、きつ、勝った、コンプリート、ギリギリだったけどね、アイテムもほぼほぼ使い切った。よし、ああレベルもね2ぐらい上がりましたか、そりゃ上がるだろうよ。いやね、30分ぐらい戦ってた、30分、これ仲間全員をカイラとかエンマンにしてくりゃもう全然余裕なんだよね、もう速攻で倒せるぐらいなんだけど、レベル38で挑むってきつかった。まあまあまあ、不動の賢者、これが装備品だったよね。ね。これを装備すると、剣を召喚できるようになる。よし。ようやくです。不動明剣、憑依召喚できるようになりました。よし。これでだいぶね、戦闘が楽になると思います。間違いないね。なるほど、では装備しましょう。防具だ、え、武器だったっけ、どうだった、あ、武器だ、まあまあまあいいんじゃないですか。カイラ風雷剣よりは攻撃力下がるけども、デバフがないからいいね。よし、不動明剣ついにゲットです。かなり長くかかったけどね、はい。ようやくゲットしました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。